あのハリネズミたちのことが載っているとは聞いたんだが、どこに載っているんだろうか。まさかとは思うが、この世界の書斎にはないなんてことはないだろうな。ロハン、何か見つかったか？今探してるんだ。黙っていろクソったれジョウスケ。だよ、終わったよ。先にジョルノたちと調査進めとくぜ、ロハン。これは、なんだ。ハリネズミたちの住んでいる場所、それに、能力までびっしり書いてある。これは、まさか。なるほど、そういうことか、これなら。いや、俺たちで調査するのはいいんだけどよ。本当にハリネズミが人間になってんのか？本当なんだって。この資料見てくれよ、ここに書いてあるんだ。ハリネズミの姿がよ、不思議じゃねえ？見てる限り、すげえ不思議だけどよ、こんな感じなのかよ。こりゃ一目見ただけで人間と間違えるぜ。そう、で、霊夢さんたちからも調査してくれって言われたんだよ。だから俺たちで調べてんだよ。ハリネズミの名前、わかるか？ソニック、シャドウ、シルバー、テイルス、ナックルズ、ねえ。いかにも外国人って感じがするな。おいジョウスケ、ちょっと待て。ここ、能力の部分、何か妙だぜ。うわ、ほんとだ。つかよく見つけたな、俺全然気づかなかったぜ。スタンドじゃない、音速、超能力、空を飛ぶ、滑空、そして最後、究極ってどうなってんだこれ。でかしたぜ、ふんがみ先輩、とはいえよ、これ誰に伝える？ロハンでもいいけどよ。そうだな、俺の独断と偏見だけどよ、ブチャラケさんとかに任せんのが最適じゃねえか？確かに、バッショーネならなんとかなりそうだな。じゃあ一旦その情報を送って、そこから俺たちで調査進めようぜ。ねえねえ、吉影、こっちだよ。おいおい、ジョウスケ、俺たちはあくまで調査に来てるんだぞ。遊びに来たんじゃないからな。わかってるよ、こっちにハリネズミたちの住処がこっちにあるんだよ。いつの間にそんなことを調べてたんだ。あれか？バッショーネの協力のもとでか？そうそう、とりあえずこっちだよ。あ、今行くさ。メローネさん、見つかりそうですか？どうだろう。厳しいかもしれないが、なるべく頑張ってみるよ。見つかるかわからない、情報が少なすぎる。奴らはもしかしたらなんだが、情報を隠している可能性があるよ。見つからなかったら俺も調べますし、お手伝いしますよ。外はちい。今年の夏は暑いな。ジョウスケがいねえからよ。一人でアイス食う羽目になっちまったぜ。とはいえだな、なんでハリネズミたちのこと探ってんだ？俺は別にどっちでもいいけどよ。さっきから何をブツブツと言ってるんだ。一人ごとを話してただけだぜ。あんたがあんまり気にすることじゃねえぜ。そうか。それで、お前はどうするんだ。あのハリネズミたちのことだが。まあ、俺は別にどうでもいいな。みんなの気にしてたら頭痛がするぜ。そうなんだな。お前は気分やか何かなのか。俺は正直、奴らに関しては警戒しておくべきだとは思うが。気にしたら負けだと思うけどな。気にしてしまったらいろいろ面倒だぜ。お前の性格が羨ましい。確かにその通りかもしれないな。調べてる間にもう昼になってしまった。一日が過ぎるのが早すぎる。ロハン君、ご飯できてるけど食べるか？あ、シーザーさん、もうご飯できたんですね。ありがとうございます。今行きますよ。それで、結局調べはついたのか？ごめんな、ご飯の前にこんなこと聞いて。あ、いろいろ調べはつきましたよ。ちょっとこの本見てください。よく調べたな、俺なら諦めてるぜ。それで、これがどうしたんだ？この本の30ページあたりなんですけど、能力とか名前とかいろいろあるんです。その中で気になることがいくつかあって、それを誰かと話せればよかったんですけどね。なあ、ジョジョ、お前も霊体なのか。一応ね、そうなるとディオモってことか。やっぱり死んじゃったら霊体になるんだね。皮肉なものだな。まさか二人とも幼少期の姿だとは。そうだね。なんだろう。奇妙な運命すら感じるよ。戦えないのも少し辛いね。珍しいな。俺を呼ぶなんて、何があったんだ。ごめんなさいね、迷惑をかけてしまって。どうしてもあなたに頼みたいことがあるのよ。先に言っておくが、俺はお前みたいな妖術やらが使えるわけじゃねえ。それで、要件はなんだ。お願いしていること、それに関しての話よ。少し難しい話かもしれないけど、いいかしら？構わねえ。その手に持っている札の話だな。そうね、この札の話よ。普段は巫女である私が使うべきなのだけれど、今回ばかりはあなたに任せるわ。慣れないかもしれないけれど、あんたの言う、スタンド、ってやつが使えるなら、きっとあんたは使えるはずよ。待て、それが条件なら俺じゃなくてもいいはずだろ。なぜ俺に頼むんだ。華経院とかボルナレフとかいただろ。今回の場合、あんたじゃないと無理なのよ。まずは、そうね、華経院の場合、あの子は使えないことはないのよ。ただ、精神面的にまだ脆いところもある。ボルナレフは力任せに使いそうでね。まだ条件を満たしていない人はいるわ。でも、これを扱うのに必要な条件が揃っているのは、あんた、丈太郎だけよ。待ちな。その条件っつうのは教えてもらうことは可能か？教えてくれるならそれでいい。簡単に言うと、冷静な判断、相手の分析能力、そして、単純なパワーよ。なるほどな。単純なパワーなら、俺よりジョウスケが上だが、判断力と分析能力がない。そう言いたいんだろうよ、デイム。その通りよ。だから、すごく、本当に危険なものだから、あんたに扱ってほしいのよ。やれやれだぜ。まあいい。それで、例のものはどこにある？ついてきなさい。正直、とても危険な場所にあるのだけれど、ゆかりに話したら、なんとか連れてってくれるわよ。途中からは、あんたとゆかりだけで行ってほしい。お願いできる？あ、ゆかりに関しては信じても構わねえからな。無理なんだよ、押し付けてごめんなさいね。
私もなるべく札を使えるようにしたいのだけれど、どうにも使えないのよね。霊夢は条件が何だって言っていたからな。無理もないだろうよ。今回のハリネズミたちに関しては、多分あなたがキーパーソンだと思うの。これはあくまでも私の個人の意見だから、これからどうなるかわからないわ。それは了承してほしいの。やれやれだぜ。さらにこの奥、ここからは一人で行けるかしら？一人か。別に構わねえぜ。その札に関して説明くれないか。別にいいわよ。今回ばかりは仕方ないことだからね。その札はね、過去に使った人が能力に耐えれなくて死んでしまったと言われているのよ。それも、何も能力を持たない人がね、能力者、あるいは特殊な身体をしていないとダメなの。それで俺が選ばれたわけか。しかも、三つの条件が揃った状態で。あら、霊夢から聞いていたのね。そうよ、あなたが一番最適なのよ。だから頼むわ。わかった。用心していく。無事は祈るなよ。見たことねえな。本当に珍しい場所だな。こんなところにあるんだな。仕方ねえ、見つかるまで。あ、これか？言ってた札にしては、なんだ。まがまがしいというのかわからねえが、異質な雰囲気だな。触ってみるか。ただでは触らせてくれねえか。そりゃそうだ。霊夢たちから言われたものだからな。仕方ない。これで、いいか。呪文。唱えるのはごっ恥ずかしいが、仕方ないことだ。よし、やるか。悪霊を払い清め、その力を。我のものとし、その先の未来を。幸福を導け。電撃雷光開放呪術。雷電開花封印開放術。白銀霊開放宣伝。これでいいのか。不思議な気分だ。なんだろうな。自分でありながら自分じゃねえみたいだ。こんなところに人がいるのは珍しい。ここに何の用かな？さっさとこれを回収しねえと。別にバレても問題ないが、後々面倒になりそうだ。こんなところに人か。あんまり近寄らないことが多いから、珍しいと思ったけど、学生が来るとは思わなかったよ。まあ、ここに少し用があってな。すすす、そうか。それで君は何をしに来たんだい？それをどうする気なのかな？白霊の巫女に言われてな。これは。俺が選ばれたから取りに来ただけだ。白霊霊夢が、ねえ、本当、あの人も人をよく選びなよ。こんな高校生によく言うな。とはいえ、これに条件がぴったし合うのは君だけか。何かの偶然か、それとも運命なのか。ハリネズミたちのことだろうけど、まあ、君たちにできるといいな。